おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。きゅうりの上下に割り箸を置いて、割り箸でも何でもいいよ。そしたらさ、薄切りみたいにこうサク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 って切っていく。でね、蛇腹にする。味なじみが良くなるからね。たださ、長いから程よいサイズに切るよ。そしたらこれをね、軽く塩もみするよ。で、塩もみしてね、そのしばらく置いてる間に他のことをしよう。器にハムを2枚置いて、卵を割り入れて、そしたらね、爪楊枝で黄身を5、6箇所ツンツンツンって刺すよ。爆発防止ね。で、軽く塩コショウをして、ハムをかぶせて、ふんわりラップをして、600ワットで1分半から1分50秒。これはね、各家庭のレンジで調整してね。そして、これなんだっけ、長ネギは十字に切り込みを入れて、ざっくり粗みじん、もうざっくりでいいよ。にんにくは包丁の腹でべしって潰してね。あれ、まあごめん、なんかにんにくのみじん切りしたんだけど、あれちょっとちょん切れてるね。にんにくはね、包丁の腹でべしって潰したら、ざっくり粗みじんでいいからね。ちょっとなんかそこ取れてなかったみたい、ごめんなさい。で、梅干しはさ、種を取ってね、ペースト状に叩く。で、梅干しのさ、塩分濃度で違うから調整して、そしたらね、この塩もみしてたきゅうりの水気をしっかり絞るよ。そして、叩いた梅干しと、あ、分量書いてたわ、ここね、分量これです。でさ、きゅうりは蛇腹に切り込みを入れてるから、このさ、叩いた梅とかおかかがね、よか風に絡んでね、めっちゃ美味しいです。簡単で美味しくてね、夏場さ、きゅうりは体温をね、冷ましてくれるからおすすめです。そしたら豚バラさんは細かく切るよ。後からの火の通りもそっちの方が早いから、小さめにさ、細かく切って、で、みじん切りしたニンニクと豚バラをね、トンって入れて、分量はこれです。これがね、またね、美味しいの、飲めるほど美味しい。本当はね、噛むから飲むちゅうあれじゃないけどさ、まあめちゃくちゃ美味しくてね、食欲がね、落ちるこの時期、がっつり食べれて元気ももりもり出るからね、よかったら試してみて。お弁当だったらさ、気になる人はお家で晩ご飯でもいいしね。そしてご飯に卵を割り入れとくよ。そしたらもう油を熱して、今日は焼くのはウインナーだけ。ウインナーをね、焼いてさ、でね、豚肉をドーンと入れて、もうこれすんごい作ってる時からいい匂いがする。これをね、炒めるよ。でさ、調味料に漬け込んでるから、豚に火が通ったかどうか分かりにくいかもしれないけど、豚肉にね、しっかり火が入れば、お肉がちゃんとね、ほぐれてくるから、そこでね、ほら、こんな火ほぐれてくるでしょ。そしたらもうね、ちゃんと火は通ってるから大丈夫だよ。そしたら卵とご飯もドンと入れたら、さっと広げて、このまま1分触らない、これ大事。
で、ネギを入れて、そしたらね、もうあとは炒め合わせるの。ご飯にもさ、よか風に調味料が回るようにしっかり炒めて、もうね、ほんとこれ美味しい。とても大好物だからめっちゃ喜んでた。でね、全体が馴染んだら、もうこれでね、豚バラガーリックチャーハンの出来上がりです。詰めるよ。大葉で仕切って、チャーハンは傾斜をつけてる。そしたらさ、レンチンハムエッグは断面が見えるように詰めるよ。そしてね、今度はカップを敷いて、ここにね、蛇腹きゅうりの梅おかかあえをね、詰めまーす。たっぷり詰めちゃって美味しいから。よか箸休めになるからね。そして私今日は大学病院。嫌になっちゃうわ。検査もあるからね、時間がかかるから帰ってくるのはもう夕方かな。頑張らないとね、ぼちぼちね。そしてミニトマト。そしたらね、紅生姜をちょこんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、飲めるうまさの豚バラガーリックチャーハンとかでした。そして材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。そしてね、今日はおまけ。ね、植物を見せてってリクエストがあったからね。のかわいい植物。ゆっくりご覧あれ。一部ね、ここね。これね、スイカペペ。このしましま模様もめっちゃかわいいの。そしてね、こっちはポトスと、なんだったっけ、オキシカルジュも水耕栽培してる。で、この子はね、ディフェンバキアのアンナちゃん。こっちもね、ディフェンバキアのカミーラちゃん。これがね、アグラオネマのなんだったっかな、ど忘れしました。そしてこの子もね、アグラオネマ、アグラオネマのレッドゴールド。この下がね、アグラオネマのシルバークイーン。みんな元気。ここの辺はね、めっちゃ可愛いです。ここがね、一部なんだ。